こんばんは、粘土の佐藤貴です。こんばんは、クリストモコです。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエイディオ、今夜もよろしくお願いいたします。お願いします。会えた。わあ、もう本当に久しぶりですよね。ご無沙汰してます。ご無沙汰してますっていうぐらい、まあ、ずっとリモートで放送だったので、はい、ね、こんな日があるとは、リアルの、はい、栗友さんにリアル久しぶりですよね、相当、ね、1ヶ月以上ぶりですよね。ですよね。うん、元気でしたか。もう髪の毛も伸び放題ですよ。僕私もですけど、ベートーベンみたいになってきちゃって。いや、そっち路線目指してるのかな。そうじゃないですか。もう、はい、制御不能な状態ですね。いや、で本当、あの放送ね、聞いてくださってる方には、はい、まあ、2人の声がこう、あのいつものように届いていると思うんですけど、はい、なかなか一緒の場にはいなかったので ね、 ですよね。いろいろありましたよね。いろいろありましたね。なかなか繋がらない、おーっとか言って本当なかなか始まらないんですよね、収録が。本当に1時間ぐらいかかってそのうちに集中力がそうあれ、いや、だから芸能人の方とかすごいですよね。いつ始まるかわからない状態で1時間待ちとかって、出番とかね。そうですよね。テンションとか、はい、緊張感とか難しいですよね。デザイナーあまり待ち時間っていうのはないですか。待ち時間、うん、デザイナーで待ち時間はないですね。なんか企画、あの発表の部屋があって、その廊下に5人ぐらい並んでいってみたいな経験はありますか。はいはい、あ、そういうのもあんまりないです。まあでも予定外のことが起きるっていうのはもう日常茶飯事ですよね。あの画面に映るはずのものが映らないとか、あの出てくるはずの模型がなかったとかそういえば前に、はいはい、トークショー六本木のサントリー美術館 で、はい、ですね、あの粘土がね、はい、トークショーやらせていただいた時に、はい、の時に、はい、満を持して、じゃあちょっと映像一本作ってきたので見ていただきましょうって言って、クリスさんのノートパソコンで、ね、あの流す予定だったんですよね。そしたら、あの、なんでしたっけ、クリスマスのリースって言うんでしたっけ、私の花飾り、私のパソコンのデスクトップの待ち受け画面、ね、待ち受け画面が出ちゃって、はいはい、私が作った花のリースが出てきたんですよね。これが、これが粘土の新作かみたいな空気になって、ちょっとざわざわざわってみんなが言い出して、あれは受けたな。で皆さんね、ちょっとびっくりしてて、すいません失礼しました、じゃあいよいよっつって、もう一回流しましょうっつって、じゃあお願いしますって、また花のあれが出てきて、もうこれは僕この花について説明するしかないなっていう空気に、ちょっと今思い出したみたいな、言って思ったね、画面が出ないとか。そうですね、でああいうことは多いですね。ですその時間でこう待つっていうよりも、はい、想定外のことが起きて、まあ何とかするみたいな、ないなりに何とかするみたいな、そういうのはイレギュラーやっぱ多いですよね。ね、本当あの時もリースについて語ってもらえばよかったけど、まあでも久々にこう一緒に、はい、はい、スタジオに揃って今日はお届けしていきます。クリエディオ、今夜も3時までよろしくお願いします。お願いします。粘土の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています J-WAVE クリエイディオ。リスナーの皆さんからメッセージいろいろありがとうございます。ちょっとこんなメッセージが届いてます。ラジオネーム福やんさん、私はミニマリストには程遠く、物に囲まれているのを幸せに感じる人間です。でも音にも囲まれていることに前の放送を聞きながら気がつきました。私は以前より無音が苦手です。変に緊張してしまうので、図書館やシーンとした空間が苦手です。なので学生時代から勉強中も現在の仕事中も好きな音楽や J-WAVE をかけて作業しています。好きな音を聞きながら作業を始めると集中して、途中で音があることに気がつかなくなるんです。クレイリオはお風呂で1回、部屋で1回、寝るときに1回と3回楽しんでいます。ありがたいですね。嬉しい。お二人は寝るとき、集中するときなど、音はどうされていますか、という、福山さん、まあ。まずはありがたい。ありがとうございます。ね、いや、3回聞くのはちょっとさすがにあれじゃないですかね。出がらし状態ですよね、クリエイリオ。そんなに出ないですよね。いや、でも映画とかもほら、3回ぐらい見ると気にならないと気になりだしたりすることがあるんですね。だから。そっか。どうなん。でもちゃんとその聞ける時間内に聞いてくださってるわけですよね。あの、タイム
ムフリーとかでもはいはい、そういうことですよね。もう意外と音楽とかラジオがかかっていると、うん、はい、まあ、集中できる人とできない人といるような気がして。確かに。そうですか。音は僕はもう作業によりますね、完全に。あ、そうなんですね。文章を書くときに音楽聴いちゃうと、うん、歌詞をそのまま打っちゃうんですよ。バカ。もう本当にクラみたいなものなんだろうな。入ってきたものはそのまま出てきちゃうんだろうな。食べたらすぐ出しちゃうし、な、もう本当に、はい、スルスルっとこう多分聞いた言葉を、はいはいはい、だから、うんうん、そうなんですよね。自分が喋ってる最中に誰かが話しかけるとそれを僕言っちゃったりするんですよ。なのでこれはダメなんですよね。はいはい、文章はね。じゃあスケッチとか、はい、そのアイディアをの時は無音はダメですね。なんか適度なこうノイズがある方がよくて、うんうん、それ音楽でもいいんですけど、はい、やっぱり喫茶店とかですよね。カフェとか一番いいのはファミレスなんですよね。なんかファミレスってすごいよくて、なんかいろんな人の話し声が混ざってこう聞こえてくるじゃないですか、うん、あれが心地いいなと思って、うんうん、確かに好きですけどね、うん、ちょっとなんか聞き耳立てたりしないんですか、ユーミンみたいに。いや、それ聞いちゃうんですよね。聞いちゃいますよね。面白いんですよね。ねえ、なんかオリンピックの期間中とかに、うん、なんかスポーツ選手っぽい人が喋ってて、はい、彼女さんと、うんうん、でなんか予選で敗退して、あそこで勝ってたら絶対オリンピック行けたのになみたいな、うん、今なんで俺はここのファミレスにいるんだろうみたいな話しててヘビーな、深いなーと思って聞いてたりとか。結構面白い話多いんですよね、ファミレスって。そうですよね。でもよくファミレスってちょっと横に板みたいなのがあるじゃないですか、うん、ありますね。一応ほら顔が合わない、ね、でも大きさのとか大きいからちょっと見えちゃうんですよ。そこですか。頭の上がちょっと見えちゃって。あ、でも確かに顔が見えないといいですよね。どんな人が喋ってんのかなっていうの分からずにちょっとこう、はい。え、クリスさんどうですか、なんか普段音楽聴いたりする方が。あ、でも私も大木さんと、はい、似ていてというか、音楽言葉が入ってくると聞いちゃうんですよね、うん、はいはいはい、だから分からない言語だと大丈夫かもしれないんですけど、英語とか日本語だとなんかすごく気になるんですよね、はいはいはい、そっちに持っていかれる、それを聞きたくなっちゃうんですけど、だからインストラメンタルを聞くんですけど、そうするとなんかもう何もしなくていいかなって気になっちゃうんで、気持ちがゆっくりになっちゃう。基本的に音を出さないで生活音を大きくようにしてます。窓開けるとか。そうなんですね。あとあれですね、うん、同じ曲をずっと聴いてられる人なんですよ。ああ、私ご飯とかと一緒で、はい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 、もう何十年間もずっと同じ曲を聴いてられる、飽きない。何聴いてるんですか。いや、なんだか分かんないんですけど、それこそ、うんうん、なんですか、iPhone とかに入ってる曲目っていうのは、うん、ヒット、プレイリストみたいな、うんうん、もう上がると下がる、もう2つしかフォルダがなくて。それは自分で作ってるんですか。クリエイティブとかに流れたやつを入れてたりするんですよ。あ、これは上がるかな、これ下がるかな、なんかご飯で美味しいとまずいだけに分けてるよ、うん、もう2つに分けるまずいはいらないでしょ。あ、いらないです、確かに。まあ、テンション的にですよね。確かに甘いとしょっぱいみたいな感じですかね、とかね、食感イタリアンそんな感じ、そう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 、うんうんうん、で、同じ音でも、はい、ヘッドホンで聞くのとイヤホンで聞くのと、うん、あと僕首にかけるスピーカーみたいなやつがあって、うん、あ、はい、それと普通のこうパソコンとかから出てくるスピーカーの音で聞くと全然違くないですか、うんうん、違います違います。僕あれが家で案外作業によって細かく使い分けてるかもしれないです。うろうろしながら考えたい時あるんですよ、多分部屋の中を徘徊したい時があって、はい、でも一定の範囲を離れる、例えばトイレに入った瞬間に僕ヘッドホンが途切れるんです、はい、うん、そりゃそうですよね。多分そう、届かないんです、うん、はい、でネックスピーカーっていうんですか、首にこう引っ掛ける U の字型のやつだと、トイレに入ると、うん、なぜか音が遅くなるんですよ。クリスさんの声がこんな声で聞こえるみたいになって届いてないのかな、ギリギリ届いてるんでしょうね、はい、きっと、だからプツンとは途切れないですよ。だからそのトイレに行きたいかどうかとうろうろしたいか、うん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 、それとどのくらいこの音を近くで聞きたいかによって変えてるかもしれない。音との距離とか音の質感が、はい、クリスさん何で聞いてるんですか、うんうん、私は最近ちょっと面白いものを見つけて、はいはい、数ヶ月前に、うん、ガラスでできてるんですね、全部透明なの、はい、ガラスサウンドエキスパンダーって言って、まあ、広げるっていう意味で、うん、ちょっと出しましょう、こういうね、はい、ダルトンから出てるんですけども、はい、ちょっと蓄音機のような形をしていて、携帯を、ね、うん、携帯置きみたいなんですけど、そこから少し音が、うん、広がるように、スピーカーから出た音がメガホンみたいにこう広がるってことですか、はい、
広がって、ですごくいい音質とかでもないんですけど、うん、チャーミングなのと、あとキッチンとか持ち歩けるんですよね。あ、そうか、電源を使わないってことですね。そうですね。なのでこれ結構気に入ってて、可愛いデザインなんですよね。ガラスってことは音の質がちょっとこう固めな感じってことなんですか。どうなんだろう。でもまあ iPhone でパッと置いて聞くよりは少し広がるので、うんうん、なるほど、ちょうどいいんですよね。なんか耳を澄ませて聞かなきゃとかともちょっと違って、あ、じゃあ BGM 的な感じとしてはいいですね、うん、これはね見てほしい。確かにこれトイレに持っていけるのがいいですね、うん、持ってきますね、うん、持ってきるしね、途切れないですね、途切れない、うん、大きさあれですよね、粘土ブナコ、あの、はいはい、木でスピーカー作ってらっしゃるそうなんですよね。で、テープ状の木を、はい、巻きつけていって器を作ったり、うん、照明器具のランプシェードにしたりっていう技術を持っているメーカーがありまして、うん、はい、でそれはあの間伐材、こう木を効率よく使いましょうっていうことで、そういう技術がそもそも開発されて、まあ、曲げわっぱとか、はい、あれ、あ、お弁当箱とか、はい、あれにちょっと近い技術なんですけど、それでスピーカーを作ってみたら音質がすごく柔らかい音になるっていうことで、はい、それこそインテリアに合ってるその BGM 用のスピーカーを作ってみようっていうことで、うんうん、何年か前にデザインさせていただきましたね。すごい綺麗でしたよこれも、うん、これはなんかアクリルの筒の中にこう浮いてるような形で、はい、で上に向かって音がこう出るので、うん、部屋中にこう広がる、うん、なのでインテリアとしてはあの部屋の隅っこに置くっていうよりも、うん、ソファーの脇だったり、はい、ベッドの脇だったり部屋のまあ真ん中にこう使うようなそういうようなデザインでしたね、うん、ちょっと懐かしい、あの鉛筆とかをくるくる、うん、糸でこうなんていうのかな、芯を出していく方式のありませんでしたか。ありましたね、色鉛筆みたいなやつありましたね、うん、はい、はい、お楽しみに。柴田元幸です。今週のレイディオスイッチはボブディラン、チャールズ・ブコウスキー、スチュアート・ダイベック。レイディオスイッチ、明日夜12時。 When I met Vivaldi, it was dark. 音楽を止めるな、 J-WAVE 音楽を止めるなプロジェクトと BEAMS レコーズのコラボ T シャツ第2弾、クラブカルチャーダンスミュージック支援、ただいまオーダー受付中。 T シャツアーティストは東亜亭、ミュージックドントロックラン、伊藤圭司、宮志雄一、元秀康、ビートグランプリ&チューンコアジャパン、小山雄二郎 and more。 この T シャツの利益をクラブや DJ 団体に支援金としてお渡しします。詳細オーダーは J-WAVE のウェブサイトから。岡田純一です。引きこもり研究者で精神科医の斉藤珠樹さんに質問です。自粛長期化、心のケアはどうしたらいいんですか。リモート生活によって生まれた新しい価値観はどんなものですか。今何を一番大切にするべきですか。岡田純一がコロナ禍の心のディスタンスに迫る。日曜深夜12時、グロイングリードをお楽しみに。の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています。 J-WAVE クリエイディオです。今日も音の話から、ね、始まりましたね、はいはい、集中する音、うん、そうですよね、まあ、集中する音って話ありましたけど、うん、集中ができない音っていうのも世の中やっぱありまして、うんうん、でそれが起点にこうデザインをしたっていうプロジェクトもあって、今使ってるこれなんですけど、え、ボールペン、ボールペンですね。これブレンっていうボールペンなんですけど、はい、ブレないっていうことで、そうなんです。書いてる時のカチャカチャとか、うん、ノックした時のカチャカチャって結構邪魔してるらしいっていう実は統計があって、はいはい、とにかくそのブレをなくす、中のこのカチャカチャ感をなくしましょうみたいな、中の話を、そうなんです。なんで中から始まって最後外見までデザインするっていう結構珍しいパターンのプロジェクトだったのがこのブレンなんですけど、うん、そんなすごいペンなんですよこれ。で、まあ、まあそこまで言われるとどこまですごいかってちょっと中のそのいわゆるどういうところで普段のボールペンは音がしてるっていうことなんですか。いわゆるまあこれ本当に150円とかのノック型のペンなんですけど、うん、はい、ノックした後、うん、このカチッと押した後、うん、
って、だいたいここが緩くなっちゃうんですよ。頭のノックする部分が緩くなっているので、はい、振るとカチャカチャしたり、書いてる間もカチャ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 音が実は鳴ってるんですよね。で、それをまず止めようっていうことで、はい、普通はペン先、ペンをこう飛び出させるためのバネが1個入ってるんですけど、はい、もう1個入れようっていうことで、お尻にももう1個バネが入ってた。なので、2つバネを入れることで、こう、つっかえ棒みたいになってて、カチャカチャもこうなくすのが振っても全く音がしない。やっぱ大木さんのお尻をもう一回見直せっていうですか。やっぱそうです、お尻大事なんですよ。ですよね。そうなんです。何事も裏側を見ることが大事、うん、デザインの話ですけど。あ、そうですよね。そうですよ。なのでこうペン先にみんな意識が行きがちなんですけど、あえてこのお尻の部分ノックする場所を頑張って考えてみようっていうことで、うん、なので普通こうサイズがちっちゃいんですけど、こう大きいお尻っていうんですかね、はい、お尻がすごく押しやすいというか。そうなんです、うん、なので親指が痛くなかったりとか、うん、押した時のこの感触とか音も含めて、うん、カチャカチャっていう音ではなくてちょっとこうしっとりするような感じっていう、うん、で僕これを一回、はい、あの講演会で、あのペンを皆さんにお客さんに、うん、あのプレゼントとしてお渡しして、でその機構の話を説明しようと思っていたんですけど、うん、そしたら皆さんにその今の話をすると、うん、みんなこうノック したがるじゃないですか。そうすると何百人という人たちがこのボールペンをカチャ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 ってやったらすごい気持ちいい音だったんですよ。雨みたいな感じですごい、はい、ちょっと感動的で。ちょっと2人でやってみようよ。2人だとちょっと、あ、なんかいいかもしれないですね。でもあのおっしゃる通り、うん、しっとりしてる音っていうのは、そうなんですよね。なんか嫌なカチャカチャ音じゃないギリギリを狙っていくっていう、はい、こういう時のその、はい、さっきの仕組みをデザインするってのは分かるんですけど、はい、それによって生まれる音をどうするかっていうのはまた別なんですか。ずっと偶発的にその音は中をデザインするとこの音になったんです、なるんですか。あ、やっぱりそれはありますね。バネの種類を変えたりとか、形状によっても中でこもった音にするのかとかっていう、はい、材質も当然そうだし、はい、あのこのブレンで言うと、さらに言うと、うん、このペン先の近いところに実は真鍮製の重しが入っていて、はい、あ、ちょっとこう下にちゃんと書きやすい、そうするとこう安定するっていう、なのでスルスルスルと書くっていうよりもこうしっかりと吸い付くというか、紙にこう吸い付くような、そういう書き心地も含めてデザインしていくっていうところがあったので、なのでなんかどうしてもデザインっていうと中身は大体決まってて外身をこう整えていく、まあそれも大事な仕事ではあるんですけど、最近増えてきてるのはこう中からそのペンの書き心地自体をデザインしていくっていうような、そういうプロジェクトが増えてきてるの面白いなって思いますけどね。すごい面白いこれ、ブレン BLEN ブレン、まあ、ブレないからブレンって名前なんですけどね、うん、その辺はねちょっと、うん、そうなんです、愛着し、なんかこう親しみやすい恥ずかしい感じ、ちょっと古墳ほど恥ずかしくはないですけど古墳ちょっとやめてくれる、うん、そうですね。いや素敵なあの奈良 あの公共スペースなんです。そうなんです、ね、うん、名前、あ、そうなんですね、面白いな、うん、ちょっとそれは他のボールペンもいろいろやってみよう。あ、そうですね、いろいろ試してみると、うん、そうですね、割とこう会議とかでみんな書いてたりすると自分の音は気にならないんですけど、うん、人がずっとカシャカシャやってると、それは確かに気になるかもしれないですね。あの気になったりする時もあったり、でも無意識で自分をやりたくなったりする時あるのかなと思って、大木さんのほら、はい、文房具屋さんで、はい、試し書きのこう細長い白い紙が2本だったじゃないですか。ありますね、ありますね、はい、あれは、まあ、書かれます、なんで書くんですか。命とか、いやいやいや、書かないです、書かないです。でも使わないかな、あんまり使わない、どうなんでしょうね、言われてみたらペンって買ったことないですね、うん、あ、その自分のためにペンをよし、ペンを買いに行こうと思ってペン買ったことないです、うん、あ、こうやってプロジェクトでお仕事として、あ、じゃあペンをリサーチしなきゃっていうことでもうガサッと全部書けてくるっていうことは当然ありますけど、プライベートでペンを買おうとかそういう機会もなかったです。いや、それなんですよね。あの、うん、なんかクリエイターっていうとこう、うん、こだわりの筆記用具とかって必ずあるじゃないですか。大きさあれですよね。あのどこでも買えるように買えるような本当に何でもいいんですよね。いや、それは全然いいと思いますよ。それは書き心地とか紙でも何でもいいですし、うん、ペンも何でもいいんですよね。そんな人がペンデザインしていいのかって話になりますけどね。あの、でも私のそのね、うん、なんか大きさへの七不思議の一つですよ。その、はい、いろいろ買ったりすごくするわけでもなさそうなのに、はい、ミニマリストなのに、はい、だけど出すものがすごいっていうか、この熟知ボールペンだったらボールペンのこととか、はい、なんだろうな、暮らし前のものも、はい、ハッとする今までないものを出すっていうあの感じが信じられない。あ、でもそれ結構海外
ていうか、その質問、取材とかでその質問多いですよね。なんかその物を使うとか買うことにそんなに興味がないのに、どうして物をデザインできるんだって聞かれて。でしょう？でしょう？まあでもそれってでも、何ですか、あの役者さんとかが一度も死んだことないのに死んだ役をするわけじゃないですか。とか、一度も宇宙行ったことないのに、宇宙飛行士の役ちゃんとやってるわけじゃないですか。ですよね。死ななきゃ死んだ役できないってなると、ああ、そういう考え方なんですね。そして死んだ役できない。うん、そうですよね。だから。なるほど。うん、なんか私はもう一個実は本当は家があって、そこにすっごい、物で溢れている。もう、溢れ返ってる。ドンキーホーテのような。もう、うん、いや。部屋が実はあるけど、ミニマリストで売ってるのかなみたいな。違います。全然ですね。そうなんですよね。いや、そこはでも、すごく素敵と思うとこですね。そうなん、そういう考えなんだ。うん、ですけどね。